はいどうも、セガのアーケード大好き、阿部知です。昨年12月に発売されましたアストロシティミニ、セガのアーケードゲーム47タイトルが遊べるという、セガのミニハードですね。こちらの方ですね、僕はいろいろこのゲームタイトルに関しては、賛否がありましたけども、個人的には、ラインナップにもすごく、大満足、中のゲームのクオリティにも、満足ということ でさらにアーケード、スティックというものを購入しまして、要は3話制のね、レバーとかパーツが入った本格的なアーケードスティックなんですけども、こちらの方もですね、実際、触ってみると、かなり感触っていうのがすごく良くて、本当にアストロシティで遊んできた方にはあの時のもうまんまの、手触りというのが味わえるアーケードスティックに、なってるんじゃないかなと思います。ただですね、僕動画の方でもいろいろ試しましたけども、これだけクオリティの高いアーケードスティックであれば他のね、スイッチとか PS4 とかでね、こう使えたらこうめちゃくちゃいいのになと、それであれば、アストロシティミニがね最悪タイトルとか不満だから買わないという方でも、このアーケードスティックだけなら単体で購入っていうのも考えられるんじゃないかなというふうに思って、スイッチの方とかですね、PS4 はちょっと僕持ってないのであれなんですけども、試してみたんですけども、どうやらうんともすんとも、動かないという状況でした。でいろいろコンバーターなんかも、中に入れて、間に挟み込んで、やれば動くかなとか試したんですけども、やっぱりね動かずでちょっと断念したという経緯があります。で最後には、コロンバスサークルさんお願いしますということで締めくくったわけなんですけども、このコロンバスサークルさんで、今これ見えてます、スーパーコンバーターという、コンバーターが、もうすでに発売されてます。これはどういうものかというと、PS4 とか、PS3 のコントローラーとか、あとアーケードスティックとかですね、そういったものを、スイッチだとか、PS4 で、例えば PS3 の、コントローラーを PS4 でも、使える、スイッチでも使えるとかですね、そういった使い方ができるものがすでに発売されています。で、今回ですね、個人的には待ち望んでいた、ニュースが入ってきたわけなんですけども、それが何かというと、こちらですね、このスーパーコンバーターが、ファームアップデート、するということです。でこのファームアップデートでどういうことになるかというと、使用可能なコントローラーが新たに追加ということ で何が追加されたかということなんですけども、これ見てください。ちょっと字がちっちゃいですけども、アストロシティミニ用アーケードスティック、それからアストロシティミニ用、コントロールパッド、なんとこの2つが、ファームアップデートで対応するということになりました。やったー！いうことでですね、これを使えば、どうやらアストロシティミニ用のアーケードスティックを、スイッチで使うことができると。いうことですね。それから PS4 で使うことができる、 PS3 で使うことができると、いうことになるようです。ちょっと僕は PS3、PS4 は持ってないので、例えばスイッチでこのアーケードスティックでベアナックル4がプレイできたらどれだけいいだろうというような、想像をしてしまいますし、スイッチは結構ねレトロアーケードとか、格闘ゲームなんかもたくさんソフト、ゲームタイトルが出てますので、そういったものを、このアーケードスティックでプレイできたら最高じゃないかと、いうことがどうやら、実現するようなので、早速ですね、このスーパーコンバーター、僕ポチッとしました。ちょっと届くのにね時間がかかりそうなんですけども、やっぱコンバーターを挟むと結構遅延がね、あったりとかですね、そういうのがやっぱ気になって残念なこと結果になったっていうのもよく聞きますので、届き次第、こちら、実際どうなのかというのを試してみたいと思います。でスーパーコンバーターもね、こう値段の方が、そこそこするんですよね。Amazon で見ても今7000円ぐらい、値段が安い時でも5000円台ぐらいなんですけども、ちょっと値段がね上がっているような状況なので、なかなかね、おいそれと、手が出せないかなというところもありますので、今回ですね、僕は人の呼吸、人柱として、こちらの方ですね、率先して試していきたいなというふうに思っております。あとですね、今月、1月はね結構動画が出せてなくて、なかなかねちょっと去年末ぐらいからバタバタしてて、いろいろちょっと仕事とかそういうのを片付けたりとか、あとちょっと前に前編動画出しました、ゲーム棚ですね、
今新しく事務所を、移転して、でそこでね、こういう DIY で棚を作ってるんですけども、まあ、あれがねちょっと完了しないとなかなか部屋の中がね片付かないっていうので、ちょっと撮影がうまく進まないという事情もありまして、まあ、ようやくですね、本棚の方、ゲーム棚の方も、できたので、まあ、本棚じゃないな、ゲーム棚 CD 棚ですね、まあできてきたので、そろそろ動画の方も出していけそうかなと思います。まあアストロシティミニ関連で言うと、まあ、ネオジオミニでね、このアストロシティミニのアーケードスティック動くのかっていうようなリクエストとかね、これちょっと難しいかなと思うんですけど、一応まあ試すだけは試したいなと思うところと、あとG4 Pro っていうね、ゲームコントローラーですね、あちらの方Android でちょっとうまく動かせないみたいな声もありまして、まあ、そういうのとかもね、やり方をねちょっと教えてくださった方もいらっしゃったので、あの辺もちょっと実際に試して動画化とかしたいんですけども、ちょっとなかなかね手が出せなくて非常に申し訳なかったんですけども、まあそろそろ、動画の方も出していきたいなというふうに思っておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。阿部地でした。バイバーイ。